こんばんは。おはようございます。本日はですね、キャンプに向かっております。キャンプはいつぶり？思い出せないですね。1ヶ月以上ぶりかな。そうですね、またね、恒例の山梨県に向かっておりますけれども、まだね、暑いのでテント泊は避けようかなと思っていて、2カ所ほどね、候補があるんですけれども、まだね、決めてないです、どっちにしようかと。なので、まあ、またね、いつものように道の駅で少しゆっくりしてから、まあ、宿は決めようかなと思ってます。天気もね、なんかね、今までずーっと夏日和だったのにね、急にね、曇ってるんですよね。どうせならね、川のあるキャンプ場でこう夏を味わいたいという気持ちあるんですけどね。というわけで、道の駅に向かいます。デイ、着きました。もうね、今日出発したの遅かったんで、朝の5時半ですね。急いで歯を磨いて仮眠を取ってみようと思います。いつもの場所で仮眠を取ります。3時間ぐらい寝たいですけどね。もう車中泊で眠れない記録今更新中なんで、今日こそはその記録をね、止めたいと思います。ではおやすみなさーい。おはようございます。朝の9時過ぎですね。多分ね、30分から1時間ぐらい眠れましたね。ただ暑すぎて、すぐ目覚めちゃいましたね。で、結局まだ宿は決められず、なんかね、12時ぐらいから降水確率がね 60% なんですよね。もうどうしようと思って、ほんと。とりあえず車を走らせて、買い出しに行っちゃおうかなと思ってます。もうね、どっちか候補があるって言ってましたけど、予約しちゃおうかなと思ってて、勢いで夏を味わいたいんです、少しでも。だから川があるキャンプ場、それをね、予約しちゃいたいと思います。予約する。行きつけのマックスバリューに着きました。見てください、この曇りがかった空、嫌な予感しますね。では買い出し行ってきます。買い出し終わりました。昨日セブンイレブンで深夜にトミタを買っちゃったんですよね。で、そのトミタがレンチンしてもらったんですけど、ぬるくて、なんかそっからね、胃もたれずっとしてるんですよね。で、今日の夜ご飯あまり何か食べたいなっていうのがなくて、とりあえずアヒージョと焼肉買いましたけど、もうちょいね、じっくりあれですね、事前準備をして選ぶべきだったかもしれないですね。で、この後はね、お昼ご飯を食べてからキャンプ場に向かいたいと思います。ちなみにキャンプ場は水の素キャンプ場さんにすることにしました。1ヶ月2ヶ月ぐらい前に行って大雨だったんですよね。で、あそこ綺麗な川もあって、夏の気分をね、少しでも味わいたいなというのもあり、他のコテージ、バンガローにも泊まってみたいなっていうのもありましたので、少しでもね、暑い時期にキャンプ場には行きたいなと思っていましたので、水の素キャンプ場さんに行かせていただくことになりました。では腹ごしらえに行ってきます。よかった、無事入れそうです。来た、いただきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかった、よかった、富士吉田うどん食べれて復活しましたよ、体調が。なんかね、お店行くとね、結構私覚えられるんですよね。店主からね、前の行きつけのお店も覚えられて、今回もね、久しぶりに行ったんですけど、
覚えられて話しかけて来ていただきましたね。いや嬉しい限りですね。はい、というわけで、少し遠回りをしてキャンプ場にもう向かっちゃいたいと思います。天気いいんでね、これ雨降ると思えないんだけど。来ました。ではチェックインしてきます。はい、こちらが本日のコテージバンガローでございますね。では中を見ていきますか。まずはデッキですね。ウッドデッキがあって、炊事場があって、こちらトイレですね。ウォシュレット付きのトイレで、中がかわいい、かわいいお部屋。いてて、いや、いいですね。これはいいわ。うわ、これはいいね。おしゃれ、見てこれ、これはおしゃれ。扇風機もありますしね。これ使えるのかな、ストーブ。冬使えそう。よし、とりあえず荷物入れちゃうか。ちなみにこちらのバンガローでも良いと言われたのですが、荷物を上げるのが大変そうだったので先ほどのバンガローにしました。こちらもね、すっごい素敵なんですよ、マジで。両方泊まりたいですね。荷物を運び終えました。暑かった、汗びしょびしょですよ。もうね、今比較的涼しいんですけどね、多分30度切ってるんですよ。それでも汗びしょびしょになったんでよかった。むしろちょっと天気が悪いくらいで。この後川行きたいな。あ、ちなみにですね、これが前泊まったところですね。ちょっと角度があるね。こちらですね。折りたたみのテーブルの角をぶつけてしまいまして、車の塗装が剥がれました。結構えぐれましたね。いやー、塗らないとこれ。気をつけないとあるあるなんで。では前回雨降ってて入れなかった川に向かいます。まあ、言うほど暑くないんだけどね、今ね。いやー、やはりここ好きですわ。今日もね、ほぼ貸し切り状態らしいんですけどね。いいわー、なんか好きですね。前回来た時は少し増量してましたよね、雨で。今日は穏やかです。そしてやはり綺麗、すげー透き通ってる。ちょっとこれカーチャップしづらいな、これ逆かな。来ましたよ、来ましたよ、来てます。あー、冷てー、超冷て、気持ちいい。これは暑い日にいいね。ただやはりこっちは間違ってたかな、歩きづらいな。違う方面歩いてみます。この辺だったら水遊びできそうですね。流れも緩やかなんでね。で、話をしていたらなんと雨が降ってきましたよ、今。雨が、さすがですね。見えますか、雨がね、降ってきましたよ。知ってましたよ。ふっふっ、お、魚、魚見える？ほらほらほら、大興奮。
んだ、釣れるんだ、気持ちいい。この辺全然あれだね、泳げるわ、気持ちいい。なんでしょうこの虫は、可愛いですね、丸っこくて。あ、しかもその先にねもう一匹いましたね。ハート型が背中にありますね。あ、追いついた追いついた、可愛すぎか。はい、じゃあ戻ります。気持ちかった、また行きたい。なんか眠くなってきましたね、だいぶ涼しくなってきて、昼寝したい感じになってきましたね。寝ちゃおうかな、贅沢な時間や。外のデッキの椅子で寝っ転がりながらスマホを眺める、これは寝ますね。よし、おそらく結構いい時間になってしまいましたので、一旦前半はここで切りますか。後半はいつもの夕飯パターンですね、晩飯を食って、次の日の朝まで迎えるという流れになると思います。後半の URL は概要欄に貼っておきますので、よかったらまた後日そちらを見ていただけたら嬉しいです。では一旦失礼いたします。バイバイ。音テロ失礼します、音テロ。うん、うまい。はい、うまい、止まらない。